お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。はい、早速赤ペン先生、ナイツのチャキチャキ大放送お疲れ様でした。お疲れ様でした。気になる質問メールが来ています。はい。ラジオネームバッドエンド。バッドエンドさん。伊藤さん、畑中さん、お邪魔します。どうぞ。土曜日のナイツのチャキチャキ大放送を聞きました。ありがとうございます。お昼のラジオということもあり、うん、ナイツさんとのまったりとしたトークとても楽しめました。こちらこそ楽しかったです。ただ、はい、ここをずツイッターの写真を見て気になっていたのですが、うん、畑中さんはラジオの前に釣りに行っていたのですが、それともラジオの後に釣りに行ったのですか、うん、昔おじいちゃんが釣りに行くときに着ていたベストと似ていたやつを着ていたので気になりました。うん、今日も着てます。今日はこの前は釣りですか、ラジオの後釣り行って、はい、今日もこの前に釣り行ってきました。行ってたんですね。うん、いやいや、釣り、いや、そうです。それはそうですよ。だってフィッシングベストっていうベストですからね。そうですね。釣り行ってるんですね。うん、釣りのベストを模したようなベストですよ。釣り行ってたってことですか？釣り行ってないですよ。なんすか最初の一回の、その、乗り突っ込みみたいにさ。そうそう。行くわけない。そうそう、ね。釣り行ってたんですね、じゃないの。釣り行ってきてね。はい。柄にもないことしないでくださいよ。うん、じゃ、うん、結構言われる。そういう系のことは。いや、言われないですよ。初めて。バッドエンドーさんとナイツの花輪さんが初めてですね。花輪さんが、なんだそれは、釣りに行ってきたのかって言ってたね。言ってましたけど。俺が知る限り全然初めてでも何でもないけどね。いやいや、おしゃれじゃないですか、これは。そのベストはかっこいいと思うんだけど。おしゃれなベストですよ。ちょっと立ってみ、一回。何ですか？ちょっと、うん。こんなんね、おしゃれベストですよ。なんか、すごく。いいんだよ。ベストかっこいいんだけどな。なんでだろうな。いや、それはもう先入観だから、そのファッションっていうのはね。もうね。それ勝手にそう思ってるだけで、うん、別にダサくないですから。バッドエンドさん。ダサいとは言ってないでしょうよ、うん、だって。勉強してくださいよ。おじいちゃんが連れに行くときに着てたベストと似てたから気になったって言ってるだけ、別にダサいとは言ってない。それはじゃあいいんじゃないですか。おじいちゃんを思い出してくれたら俺も本望ですよ。本望ですか。うん。うん。だからもう、ん？やめましょう、そういう話はね。え？そういう話はやめましょう、だから。もう俺が着てるものに触れてくるなと。誰も。損するから。誰が言った方も損するから。言った方は損しねえんだよ、別に。あー、あちゃーってなっちゃうからさ。うん。言った方もね。もう、うん。きついと言われるのも。いや、きついというか、かわいそうだなと思っちゃうから。あ、そういう見方しかできないのかと思ったら。でもこういう話になるたびに顔真っ赤になってるじゃないですか、うん、あった。いや、だからその、あ、また来たかっていうので、また相手しなきゃダメなんかっていうので。で、なんで顔真っ赤になるの、うん、それで。いや、だからもうちょっとまた、俺ギア入れて相手しなきゃいけないんかと思ったら、うん。恥ずかしくなっちゃう。めんどくさいんですよ。恥ずかしくはない。恥ずかしくはないですよ。だって、それおしゃれで来てるんですから、恥ずかしくないけども、うん、あ、またなんかこういうのが来たから、うん、一個そのね、ダサくない、ダサい論争をしなきゃいけないんかと思ったら。また、うん、またこのお決まりのやつですかって。そうそうそう。なるほど、ね。辛いんですよ、こっちも。わかります？なんか、一回やりたいね。はたこれみたいなのが。いや、やらないです、だから。それはめんどくさいって言ってんのよ。え？それがもうめんどくさいからやめましょうって話をしてる。でもさ、もう一回全部見しちゃえばさ、うん、お前が持ってる、全部。だってベストだけで結構持ってるよね。ベストで3着ぐらい持ってますね。で、そういうのも全部見してさ、うん、もう、だから、もうこれでもう手札全部出したからと。うん、あ、もうこれ以上やめよう。これ以上やめようって。もう全部見たでしょって。これで手打ちにしようっていう。いや、増えるから。そう、俺も買うし。買うたびにやんなきゃいけないじゃん。ね、見たいですけどね、うん。あ、そうですか？ありがとうございます、バッドエンドーさん、うん。ありがとうございます。みんな結構気になっていたところかと思います。うん、何を気にする必要があるの？いいじゃないですか、おじいちゃんが着てたベストでね。タイトルコール、いきますか、うん、タイトルコールやりますか？タイトルコールこれ、うんもうあんのかな。いやどうだろうな。タイトルコールの後、あ、まだわかんない。うん、よし、ちょっとじゃあ。あったら、まあ、先週やるって言ったばっかりね。タイトルコールの後にまだ集まってるかどうかちょっとわかんないけど。そう、一言ちょっと、うん、やっぱ欲しいねって話になったんですけど、うん、今日はあるんでしょうかないんでしょうか、ちょっとあればいいけどな。タイトルコール行きましょうか、はい、じゃあ。はい。ほら、ここがオズワルドさんち。このうちのせいで富士山見えないんだよな。あったー。あったねー。いい出会ったね、はい、もう久しぶりということで ねこちらラジオネームマイペースさんからいただいてるんですけども、マイペースだ、うん、あのタイトルコールの後の一言すごい好きだったので復活嬉しいです、うん、マイペースが言ってます。この家のせいで富士山見えないんだよなって、うん、あるんでしょうね、静岡とかね、うん、山梨とかのお家にはあるんでしょうね。東京でもあるじゃん、うん、でも前の結構でかい家とかだとさ、うん、マンション家っていうかマンションのせいでさ、まあ、景色がね見えないとか東京タワーとかね、うん、スカイツリーが見えないみたいなのあるかもしれないですね。富士山な、
今日見えたよ、新幹線で富士山綺麗に、うんうん、なんかその遠くから見るね、富士山あれなんだけど、静岡とかさ、うん、らへんで仕事をさせてもらってる時とかにさ、うん、たまにすごいなんつうの景色の良さそうなその旅館とかに泊まったりね、うん、そのロケみたいな、まあ、ロケっていうほどのあれじゃないけど、そういうとこに行った時にさ、うん、曇りだったりする時にさ、その本当に悔しそうなんだよな、現地の人がな。あ、だから見てほしいって。そう、普段だったらすごい見れるんですけどねって、うん、でもあれ言われてもなんかすごいこっちも悔しくなるだけなんだよな。まあそう見えるんだろうなってのは分かるんだけど、うん、今の本気じゃないかなって感じね、うん、ベストは見てほしいよそれは。ん、俺もあのお弁当のおかず交換する、あ、このベストもね、ベストではありますけども、ベストは見てほしいっていきなりなんか、うん、だもうやめようって、だから何がそんなに楽しいの。いや何よ、じゃ一応じゃ今のはだってもう完全にお前が、うん、なんかよく分かんなかった。あれどっち、どっちのベストだろうと思った。もう話したいことあったけどやめます。え、話したいことあったけどやめます。え、そんないじけ方ないよお前ラジオで。なんで話したいことって。いや、話したいっていうか、そのさっきのベストの話で、うん、じゃあこのベストはだから普通のね、あのベストオブのベストね、うん、その弁当のベストの中のベストってことね。そうそう、ベストのね、まあ、うん、これはまあベストの中のベストなんだけどT シャツだもんな、ベストの中の、うん、そうあの、じゃあ弁当のおかずをね交換するときに、うん、自分のお母さんが作った弁当が、うん、まずいと思われたらちょっと申し訳ないから、うん、自分の中の一番いいおかずを交換したりとかしてたもんね。あー、うん、なんかそのわかる、ちょっと見え、本当はお前が食いたいもんね。俺食いたいんだけど、うん、交換するときにちょっと2番手3番手をやって、これがもしあの向こうの味覚にヒットしなかったらどうしようと思って。結局そこなんだよな。一番強いやつをね出しちゃう。何あげてたの、ちなみに。一緒のお弁当でその白ご飯と、うん、なんかおかずがあって、おかずで卵焼きとかね、うん、ウインナーが唐揚げとかありますけど、俺はグッドモーニングサーブをあげてました。なんか前もこの話だったっけなモーニングサーブ知らない、新庄が CM してた。これなんだっけ、これ越崎さんだけ北海道出身なんでうなずいてますけど、なんか前もこの話したな。なんだっけ、グッドモーニングサーブって。まあグッドモーニングモーニングサーブっていうなんかウインナーみたいな、うん、加工したなんかお肉の弁当のおかずで。それお袋の味じゃないじゃん、それだって。新庄が、新庄選手が。ちょっと待って。何？ちょっと待って、お前さ、母ちゃんの弁当、まずいって思われたくないからさ、うん、一番いいおかずあげるって言ってたけどさ、うん、別にお袋の味じゃないじゃん、それだって。誰でも食えんだろ、それ。お袋が弁当に入れてくれたのがお袋の味ですよ、それ。それ冷凍食品だろ、だって。冷凍だろうか、なんだろうか。だって。それが俺の中で美味しい、強いおかずだと思ったんだから。お前、お袋に自信ないから、他の人の料理あげてんじゃん、うん、もうそれ。いや、そんな弁当のおかずなんてね、そこまで手作りにも入ってなかったよ。卵焼きくらいだったから、ね。いや、入れんじゃん、大体手作りの一個は。それは家庭によって違いますよ。うちは別に。お前の母ちゃんが作ったのは何だったの？だ、卵焼きくらいかな。それはあげなかったんだ。いや、それは、だから俺は好きだったけど、味が薄めなのよ、どっちかというと。あ、ちょっとその、みんなね甘めに作ったりするじゃん。まあその中学校高校生にはちょっと物足りない、うん、うちはそれに醤油をかけて食べるのが基本だったんで、うん、ほんとちょっと出汁の味しかしないね。うん、だそれは俺は好きだけど、この良さはちょっとまだ分かんない、響かなかったらどうしようと思って、あ、やっぱモーニングサーブでしたね。なるほどな、うん、でもその自分の弁当にもモーニングサーブ入ってる可能性も全然あるわけでしょ、北海道の人は。いや、モーニングサーブはなかなか手出ないよそんな人気ないってこと。人気ないというか、うん、なかなか定番ではなかったから、うん、チキチキボーンとかね、そのあ、チキチキボーンは俺だって分かるよ、うん、ね、分かるでしょ。チキチキボーンは東京もね分かるから、うん、それはもうみんな入ってもおかしくないじゃん、うん、モーニングサーブはなかなか入れてくれなかった。 なんでそのマイナーなおかず入れんのよ。だからこそよ、マイナーで美味しいから効果に値するわけ。見して後で自分で調べないよ、モーニング。モーニング。じゃあ俺携帯向こうってきちゃった。人の手を借りてばっかりじゃない。そんな、なんか、なんでそんなブチ切れてるんですか、ちょっと。何でもかんでも人を通って。何でもかんでもではない。やめてよ。自分で調べる。モーニングサーブ。モーニングサーブ。調べるよ、後で、うん。忘れないだな、はい、モーニングサーブ。そんなもう、モーニングサーブだと、なんだとか、うん。CM を見てよ。いや、見ねえよ、CM は。新庄選手のグッドモーニングサーブ見てよ。買えないの、東京じゃ。だもう売ってないんじゃない？もう売ってないですよね、きっと。もう売ってないんじゃん。うん、いや、だから、俺らのね、高校生ぐらいの味覚には響いたけど、もしかしたら、うん、そこまで人気なかったんじゃない？あれか、スパムみたいな感じか。サラミとスパムの間ぐらいかな。サラミとスパムの間？いや
モーニングサービスだけで自分でいいんだよ、もう自分で見てみな、どんなもん、時間がないんだよそんなに、お前、ね、お前も今日あれだから、うん、その、うん、ふわっちの配信の方が来てくれるから、そんなもう、うん、モーニングサーブとか言ってる場合じゃないんだもん。それで、モーニングサーブを広げるつもりはなかった。お前はさ、口開きはモーニングサーブ。どのおかずと交換するっていうか、もういいね、もういいのよ、モーニングサーブは。もう、言っただけでね。もういいの。そんなことより、はい、うん、キングオブコント2022ファイナリストが発表されました。ね、本当にね、これ、驚きですよ。いいですか、日本の社長、うん、ロングコートダディ、うん、ビスケットブラザーズ、うん、クロコップ、うん、加賀谷、最高の人間、うん、犬、うん、ネルソンズ、うん、ヤダン、コットン。コットン。いや、これね、同期のコットンが言ったのもめちゃくちゃ嬉しいですし。これはね、すごいことですよ。あと犬さんね。うん、これ作家の平島さん、ついてるんですよ、うん、また犬さんに、うん。で、何週か前の収録の時に、先週かな、うん、まあ決勝、うん、準決勝始まる前ですよ。うん、平島さんが、今年犬行くかもなって言ってたんですよ。言ってたんですよ。俺らは犬さん大好きだし面白いと思うけど、うん、え？マジ？と思って、その最近どういうネタがあるのか見てなかったし。犬さんっていうのはね、うん、本当に大好きな先輩で、うん、その、俺らのイメージ、うん、今までのイメージで言ったら、本当に、うん、なんだろうね、とにかく、荒いというか。あのね、気色の悪いネタが多くて、あのネタログっていうね、僕らライブやってるんですけど、うん、お客さんの点数で1から5まで点数つけて、3下回ったら、うん、もうそのネタ二度とできないみたいな。うん、で、まあ大体、まあお客さんも優しいんで3点いくつとかね、ちょっとあんまり受けてなくても、うん、まあ受けたら4点いくつみたいな。うん、で、OK ネタ残りましたみたいな感じのライブを、うん、もうずっとやってるんですけど、犬さんはもう一時期ね、ずっと 2.7 みたいな感じで。1年ぐらいそうだったね、うん。ネタを捨てまくってる時期があって。で、1年ぐらいそれでもう、有馬さんがちょっと泣いちゃって、もうなんか。で、そこで、オープニングでも、毎回ね、うん、本当にちょっとでも面白いなって、うん、本当に1ミリでも思ったら3入れてください、みたいな、なんか、うん。そうそうそう。で、面白いんですよ。僕ら見てて、めちゃくちゃ笑っちゃうんだけど、うん、あまりにも気色が悪い。気色悪いんだよ、ね、とにかく。だからその辺も、だから今年はね、本当にかけてたんでしょうね。そうですよ。だから平島さんこれで5年連続ですか、うん、決勝進出ファイナリスト出してますよね、うん、だからなんなら空気階段が取って、うん、マジカルラブリーさん取って、うん、小田上田取ってでこれで犬さん取ってで、うん、俺ら今年 M1 取ってとかってなったらもう、うん、とんでもないですよ、とんでもないですよね、うん、ちょっと犬さんは感慨深いな、ね、もう20もう、うん、有馬さんっていうね犬さんどっちもすごいちっちゃいんですけど、うんちょっとだけ大きい方、有馬さん。有馬さんがね、もう、ウーバーイーツのバイトをやりすぎてね、うん、20万ぐらいのチャリ買ってね、10万ぐらいのヘルメット買って、もう万全の体制整えて。うん、ウーバーイーツに命をかけすぎてるんですよね。捨ててほしいです、もう。これ言ってね、うん、まあ、チャリは捨てなくてもいいけども、ウーバーイーツじゃなくてもうね、こっちの方で。そうそう。いけるようになったらいいですね。もうやっぱずっと見てきたからね、その、うん、で、昨日、たまたま会っても有馬さんが本当に腐らないでよかった。って言ってて、ちょっと、やっぱ来ちゃうね。なんか。そうなっちゃうね。うん。で、コットンも同期だしな。コットンなんてもう。元ラフレクランで。うん。やっぱりね、東京 NSC17 期、同期なんですけどもね、うん、僕らの期で一番最初に上の先輩たちと絡むというか、その、ライブのね、ピラミッドも駆け上がってって、うん、で、テレビももちろんもう最初の方に出て、で、バイトもすぐ辞めてっていう、うん、なんか、俺たち、ね、そう、中ではもうエースなんですよ、うん、同期の。で、なんか、じゃあ俺らが M1 行ってとか、空気階段が優勝してとかって、なってるんですけど、うん、でもね、やっぱりね、なんかね、やっぱコットンに一番売れててほしいんですよ、ね。一番先頭走っててほしいんですよ、ね。そうそうそう。やっぱ西村がやっぱ MC とかさ、うん、もう抜群にうまいから。抜群にうまいし。で、キョンがね、ああいうボケね、横でボケる感じとかも。キョンなんてもう、うん、世の中出ちゃったら、だってキョンのこと嫌いな芸人人間、うん、俺見たことないもんだって。いないかもな。うん。で、そのなんか人柄とかもね、うん、なんか伝わってっていう。コットン MC の番組とかに出たいよね、本当は。そうだね。うん、やっぱその、西村に回されたいもんね。そうそうそう。なんかそうなのよ。うんキョンに突っ込みたいしな、みんな。うん。そうそう。うん、キョンになんて誰が一番最初に突っ込むかぐらいの、ボーナスタイムだから。アホだからさ、もう普通に話しててもなんかバカなこといっぱい言うから。そうそうそう。だからやっぱいろんなね、うん、この、ヤダンさんとかも初めて決勝行くし、
何回か出てる先輩たち、後輩もね、うん、最高の人間とかもユニットで行くなんて、これ初でしょ、キングオブコント多分。うん、まあ、あれか、ニャンコスターはでもあれ正式に組んでたもんな。まあ、組んでるからね。うん、1年目だけど。ただやっぱ犬さんとコットンはね、ちょっと、感慨深いもあるよね。そうだね。うん。キョンがさ、まあ、その、まだね、発表される前だけど、うん、まあ本人は知ってるじゃん、その当日に発表されるから。そうだね、これはもうだって芸人の中ではというか、うん、そんなに広めてるわけじゃないけど、そう。なんとなくわかるじゃんかも。だからもうね、俺もう家がさ、最近近くにキョンが住んでてさ、うん、もうほんと週2、3ぐらいで会うのよ。うん。でもその日連絡して、深夜までね、ちょっと仕事あって、うん、に帰ってくると。地元っていうか、住んでるとこにね。うん、だちょっとじゃあもうほんと、乾杯だけしようっつって。うん、で、行ったけどさ、うん、その日は金曜かな、うん、もう店がどこ行っても混んでて。うん、まあ、ちょっとほんと、ちょっとしたバーとかでもいいんだけど、うん、何でもいい。別にお腹も空いてないから。って言って、まあ、いろいろ探したけどなくて、一回も行ったことないスナックがあったのよ。うん、ね、それ、まあ、中国のお姉さんが、うん、経営してるような、すごい雰囲気良くて、うん、なんか、地元の人が集まってくるみたいなところで、うん、もうここでいいやつって初めて行ったけどね、うん、で最初こうハイボール頼んでビールがないんだってそこスナックが、うん、まあそういう店もあるけどハイボール頼んでさよっしゃよかったなキョンつって、うん、マジでかましてくれ優勝してくれつって、うん、乾杯つって飲んだらキョンが一口目まずって言ってそういうさ本当になんかさ美味しくなるのいやーくーって言いたかったのに、うん、確かにそこのハイボールが本当になんか炭酸もほぼ入ってないような気が抜けてほらここがオズワルドさんち大オズワルドさんちに留守番電話一件です。もしもし、オズワルドさんのお宅でしょうか。ラジオネーム蛇口カランと申します。私事で大変恐縮なんですけれども、最近スマホケースを買い替えまして、なのでせっかくなのでこれを機にスマホケースに今挟んでるステッカーも買おうかなと思っているんですけれども、もしステッカーがそちらに余っていたら私の内定祝いとして一ついただけませんか。よろしくお願いします。はい、マジ留守電だな。ラジオネーム、蛇口カランさんからの留守電でした。これ、うまいことね、これ、うん、採用されたってことはシールが行きますんで。ね。行くってことですよね、うん。いいじゃないですか。こんぐらいのことでいいんですよ、うん、皆さん。ね。すごく聞いてられます、なんか。なんかね、留守電にしたらすごい、聞いちゃうな。何を留守電で言うことがあるのっていうね。シール欲しくて留守電。いいですね。はい。これ続けましょう。これはね、毎回 CM 明けにやりますね、うん。これやりたいですね、毎回。はい。はい、ちょっとワイドナショーに出させてもらったんですよ。昨日か。昨日じゃない。昨日放送。昨日じゃないや。週末日言うと。日曜日か。日曜日放送の、ね。はい。やっぱね、ワイドナショー、ニュースとかをね、取り上げるじゃないですか。うん、そういう番組なんでね。岸田総理、うん。1個目の話題がね、岸田総理がコロナ明けでね、うん、会見をしたんですけれども、うん、まあ、統一教会との関係性どうなんだとか、コロナに対する対応の仕方だとかをね、うん、会見してたっていうニュースが一発目なんですよ。うん、まあ、そういうの絶対取り扱うね。はい。もうだからあなたが心配する通りというかね、うん、もうその、むずいんですよ。だからさ、ね、このニュース扱いますみたいなさ、事前にわかるわけじゃない？でも前日とかだから、このニュースを扱いますって確定するのは、本当にね、これニュース見ないとダメだなと思ったね。だからもう普段から見てるんでしょうね。いや、わかりますよ。その表面的なことというか、うん、何が起きたみたいなことはさすがにわかるんですけど、うん、もう深い話になってくると、うん、これ伊藤さんどう思いますかと東野さんに振られるんでしょう。だからね、その打ち合わせの段階で、うん、その岸田総理について、うん、伊藤さんどう思いますかってね、うん、スタッフさんに聞かれるんですけれども、うん、もう本当にね、うん、もう岸田総理も僕はいい人だと思いますけどね。スタッフ様、とかってなるわけじゃないですか。うん、でもまあ多分その岸田総理の話になった時に、うん、まあ一発目伊藤さんに振られることはないと思いますんで、うん、まあ三浦さんってまあそのね賢い方、はい、武田鉄矢さんとか、うん、まあいろんな人の話聞いて、まあなんとなく探り探り話していきましょうかっつって、うん、怖いなそれも、ね、で僕も、うん、もう最低限の知識は、うん、まあちゃんと
携えてきたつもりなんですけど、うん、まあまあそうだとありがたいですね。絶対に僕より皆さんの方が知ってますし、うん、賢いですし、みたいなことを言ってて、で始まって、で岸田総理の話題になって、アナウンサーの方が読み上げて、うん、で V、その岸田総理の会見の V が流れて、うん、で終わって、でスタジオに戻った時に、うん、東野さんが、さあこれ、小沢の伊藤君どう思いますかって言ったの。もうさ、東野さんもうちょっと、わざとやってるとこあるよ。そんなことないんだけど、もうちょっとマルコポロリンで東野さん出てんじゃないこれ。ちょっと。バレないようにさ。もうだからそこはもう、本当になんて、難しいのはやっぱりその、うん、ニュース見てるさ、やっぱその普段我々が出させてもらってるバラエティとかとも、うん、まあもちろんワイドナショーはその、うん、お笑いも面白い番組だから、うんうん、なんかその、がっつりしたニュースを普段から見る人だけが見てるわけではもちろんないんだけど、うん、でもやっぱり視聴者の方もちょっと、うん変わるわけじゃんか。俺たち普段出てるような番組とは。ね、朝だしね。そう。うん、もう、すごい言われるときはすごい言われるから、うん。別にそこを気にしてるわけじゃないんだけど、うん、とにかくね、なんて言おうかなっていうのが、うん、なかなか難しいんですやっぱり。なんて言ったそれ。俺、岸田総理に続いて、うん、どういった印象を持ってますか、伊藤くんはって、うん、東野さんが言ってくれたから、まあその、悪いイメージはないんですけど、うんまあ、これと言っていいイメージもないですね、っていう。うん、いかにも全て知ってる、あの、ように、というか、うん、まあ、なるべく、その、うん、なんだろうな、その、なんつうの、ヘドが出るようなことを言うのをやめようと思って、うん、まあ一応ね、そういう発言させてもらったんですけれども、うん、やっぱ聞けば聞くほどね、何ですか言い方おかしいかもしれないですけど、やっぱ面白いんですよ、うん、ニュースってでも。ああ。うん。ちゃんと深く。そう、知識がね。やっぱこれちゃんと普段、みんな何で見てんだろうなと思ってても、ニュースとか。今もういっぱい見る手段はあるもんね。そう、でもさ。携帯で見たりとかさ。なんかさ、むずいじゃないその、どれを見ていいのか、どの媒体を見ていいのかさ。うん、だって、多分あそこにいる人たちはさ、なんつうの。携帯に流れてくるさ、流れてくるニュースを読んでとかっていうよりは、自分から調べに行ってとかもあるわけじゃん。新聞、それこそ新聞全部読んでるぐらいの。うん、ね、読まなきゃダメだよ。伊藤は何で見てるんですか、普段。ん？普段何で見てるの？俺は LINE ニュース。ああ、LINE ニュースとかね。LINE ニュースも、ある程度はわかるんだけど。なんか本当にさ、ちょっと興味を持ったものしか開かないもんね。そうそうそう。いっぱいツイッターとか流れてくるけどさ。そう、やれ、その、何、誰々が。グラビアを出したとか、うん、そういうのばっか見ちゃうから、確かにな。そう、やれ次の連ドラの主演はとか、ね。それで一応岸田総理の話の時は、みんなこうわーってみんな話してて、俺も本当そうですねとか、なんか間になんか誰かがちょっとボケチックなこと言ったら、まあそこはもう俺の仕事と突っ込ましてもらったりとかして、一応ね、その乗り切ったは乗り切ったんですけども。で、次の話題が、あの、香川照之さんの銀座のクラブの話あるじゃないですか。ここだと思って。キャバクラ10年やってたんで、まあ。キャバクラとね、クラブでは違うかもしれないけど。水を得た魚のようにね、喋らせていただきまして。あれもだから、肩から見たら俺は完全にこのキャバクラ専門家として呼ばれてる感じですよね。視聴者の方から。香川照之さんに感謝ですね。感謝はちょっとまた話変わってくるんですけども。しかも今田さんと東野さんだったから松本さん、すごいね、ダブル工事のエモさみたいなのもあるしね。さあ今週から3週間限定のコーナーを行います。タイトルは、はい、配信者さんいらっしゃい。ああ、そっちの方ね。まあ、どう考えてもそうじゃないなって。はい、はい、まあもう今藤井隆さんがやってるからね、これ通じない時代来ますよ、そろそろ。確かに。このコーナーは配信アプリふわっちさんで行われたイベントでランキング上位になった配信者の方にお越しいただき、いろんなお話をお聞きするコーナーです。はい。我々オズワルドは配信者さんサポーターという役割です。うん、今配信アプリが全盛期、いろんな職業の人が配信者となって生配信を行っています。はい。今回はオズワルドのラジオ出演権をかけたイベントに参加して、ランキング上位になった方を毎週2名ずつお呼びします。はい。いろんな話を聞いて、最後に畑中さんにキャッチフレーズをつけていただけたらと思います。なるほど。このつけたキャッチフレーズは今後使ってくれるんですかね。それは本人次第でし
あ、そう。お前がバッチリな。でもこっちもリスクあるからさ、キャッチフレーズつけるのって。え、あるリスクなんて。いや、それはあるじゃない。全然面白くないとかさ。あ、そうなんか。そうなった時に、この、ね、配信者の方も、リスクを背負ってもらわないと。どういうこと？面白くなかろうが、今後それを名乗ってもらうというね。うん、十字架として背負っていく覚悟がないものにはつけれないってことですか？うん、そうですね。はい。それを聞くじゃあ。それも聞いてみます。聞きましょうか。はい。はい、全然ね、なんでしょう。俺たちのファンの人が、その代表で来てくれてるとか、そんなんじゃないんで。もちろんですよ。別に、本当にお前の言うことなんて聞かない人の話も余裕であるからね。そうですね。はい。じゃあ早速行きましょうか。はい、まず一人目。ハイボール小雪さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ハイボール小雪さん。はい。女性の方ですね。自己 PR が書いてありますんで。なんかね、書いてますね。朝はケツプル体操。はい、夜は乾杯泥酔配信、はい。最近はケツプル体操に加え、足パカソーラン節をリスナーさん一体型でやってます。何ですか、ケツプル体操。通称 KP って言うんですか。はい、そうですね、はい。朝は KP、ケツプル体操。はい、夜は乾杯泥酔配信。これどっちも KP でかけてるんですけど。ああ、なるほどね。KP、KP で。はいはいはい、はい。マッチには KP っていう、翔介さんも投げやすいちょっとアイテムがあるんですよ。なるほどね。多分俺たちが疎すぎるから、ふわっちの説明までしてくれてる。そうですよね。あ、KP をこう投げてもらうために、はい、そのケツプルと乾杯で KP で合わせてると。いやらしい話、それがポイントになって、そうですね。っていうことですよね。はい。なるほど。この見せていただくことはできるんですよ、ちなみに。いや、これあれじゃないですか。そんな簡単に見せれるようなね。いや、配信でやってんのよ。機械を使うものなんで。なるほど。ケツプル体操に機械なんていらねえだろ、絶対。いや、違う。あなたが思ってるケツプル体操じゃないから。お前何想像できてんだよ。簡単にそのケツプル体操さ、この場でやってくれなんて、そんなおこがましいですよ。いい、お前もお尻見せてくれよ、一緒に。いや、お尻は、お尻とかじゃないですもんね、これね、ケツプル体操。どういうことですか、ケツプル体操っていうのは。機械がないと、ちょっと厳しい。機械を使って、全身こう、震わせる、はい、体操なんですけども。あ、だちょっとエクササイズ的な。そうですね。なるほど。なるほどね。じゃあ乾杯泥酔配信はできますか。これはもうお酒がないという話になるんですよね。はい、今日は2杯引っ掛けてきました。2杯引っ掛けてきたんですか。すごいですね。何をちなみに。鬼殺しです。嘘です。ハイボールです。そんな早く嘘ですって言うぐらいなら。どんぐらい飲むんですか、お酒は。いや、1日ジョッキ8杯、はい、ハイボールを8杯。ハイボール8杯。ジョッキで。相当ですよ、はい、それ。もう8杯がまあ限界なんですよ。ああ。じゃあ長い時間飲むとかではないんだ、別に。長い時間飲みます、本当に。うん。8杯をゆっくり時間をかけて飲むって感じですか。はい、もう、閲覧だだ下がりですよね。あ、下がるんですか、それ。酔っ払うと、結構、やっぱ管巻き始めちゃうんで、はい、もう分かってるリスナーさんたちは静かに上のこう、バッテンボタンをふーって押して。あー。でもそういうとこも見たいんじゃないの、ね、そこも見たくなるんじゃないですか。ですよね。リスナーさんによっては、通報して落としてくださいって言わされてんじゃねえか。そんなに無茶苦茶やってるんですね。ハイボール小雪通報されてるじゃん。逆に見てみたいわ。どんな風になるのか。もう、酒癖悪いんですね、じゃあ。まあ、正直、10人中10人が悪いって言うかもしれないですね。ね。でもやめられない。良くない絡み方しちゃうんじゃん、じゃあ。まあ、いつもこう、やっぱり良くしてくれてる方にあんまり言わないかもしれないですけど。はい。あんまり言っちゃあれだけど、投げろとかね。あーなるほどね。はいはいはい。何を投げろってことね。投げ銭みたいな。たまには頼むよみたいな。それでも、でもそれが良くて、そう言われたらもうしょうがねえなって言ってくれる人もいるんですよね。そうですね。うん。だそれも、まあ、賛否両論好きな人も嫌いな人もいるけど。だから酔っ払って、配信者さん、見てくれてる方、要するにお客さんに向かって、いいからもう配信、なんか投げろよって、要するにお金を入れろよってことですよね。うん、これやってることはね、ほとんどキャバ嬢と変わりませんよ。それは声に出して言ってる。声に出して言ってる分、キャバ嬢よりも、なかなかいかついですけども。はい、でも楽しいからやっちゃうわけでしょ、配信はもう。そうですね、はい。やっぱりやってるとき、配信やってるときは結構、自分のなんか全部さらけ出せてる感じになる。まあそうですね、私、一人身なんで、やっぱり誰かがこう、一緒にいてくれるっていうのは、はい、ありがたいです。はい、というわけで、お時間来てしまったんですけれども、はい、何か言い残したことありますか？はい、ハイボール小雪です。皆さん、今後とも応援よろしくお願いします。
多分ね、うん、あと 2,3 杯飲んだらまた1個変わってくるんでしょうね。そうですよね、きっと本来のハイボール小池さんが出てくるんじゃないかな。もうだってこんなの相当猫かぶってるじゃないですか。そう考えたってね、はい、うん、そんなじゃあハイボール小池さんに、畑中さん、キャッチフレーズお願いします。泥酔ゼニセビリですね。泥酔ゼニセビリ、はい、DSZ ですね。 DSZ 泥酔ゼニセビリ。DZS か。DZS だね。泥酔ゼニセビリ。DZS。はい。KP の後に DZS。はい。ちょっとつけてください。相当な、もう2年後ぐらいには放送禁止用語になりそうな、ぐらいひどいこと言われてますよ、今。なんか自由なんで、この別に忘れてもらっても結構ですし。泥酔ゼニセビリ、これ持って帰ってもらえます、うん、ゼニセビリ、はい、はい。タトゥー入れてください、DZS。わからないんで、これだけ言ったら。はい。はい。いいですね。ゼニケバよりはいいですもんね。ゼニケバよりいいですよね。はい。なんでこれいいものとして受け取れるの。セビっていきます、はい、ありがとうございます、はいはい、というわけで、ハイボール小雪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて、2人目の方ですね、はい、こちらの方リモート出演になります、うん、はい、カニチアーンさんです。カニチアーン、はい、はい、それではカニチアーンさん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、カニチアーンでいいんですか。なんて呼んだらいいですか。、はい、カニちゃんって呼んでもらったら。カニちゃん。はい。カニちゃんでいいんですか。カニちゃんって呼んでほしいです。カニちゃんだって表記間違えてます ね。ちっちゃいってなっちゃってるんで。まずこちらのミスかもしれないですけども。名前をそれでやってる、あーに、ちょっと変化加えたくて、あーにしたんです。嫌じゃなくて、あーにしたんですね。そうですね。なるほど。個性でね。うん、そうです、はい、個性です。自己 PR 書いてあります。はい。ブサカワな猫飼ってます、うん、音楽大好きなフェス女子です、はい、M1 毎年めちゃくちゃ見てますとのことです。わあ、ありがとうございます。我々わかります、オズワルドというんですけども。あ、もちろん、はい、M1 見てますもんね、毎年。完全に関西の方ですよね、多分。関西です。うん、それ関西の人は見んのね、はい、M1 はね、結構だって 50% だっけ。だって俺お前街歩いてたらさ、うん、その仕事終わりのキャバ嬢の子に、うん、M は見ましたじゃなくて、うん、あのネタのあそこが良かったって言われたことあるな。それぐらいもう、ね、見方が違うんですよね、ちょっと。集中して見てくれてるということで。はい。ブサカワな猫ちゃんはいるんですか。あ、いますよ。います、見ていいですか、はい、リモートでブサカワな猫ちゃんをね。あ、かわいい。かわいいじゃないですか。めちゃくちゃかわいい。あー、手振ってる。手振ってるんだけど。すごい眠そうな。おとなしい猫ですよ。でかい、しかも。ねえ。うん、名前は何て言うんですか。カンベイくんです。カンベイだ。はい。カンベイくん。ねえ。カンベイくん。にらみつけて、そうやって、カンベイくん。カンベイくん、本当に。カンベイくんはさ、ね。何の興味もないぐらいの顔してますけど。ねえ。伊藤さんに似てるって言われたことがあります。ああ。メガネ外したら。もうちょい僕は、あれですよ。うん、笑顔ですよ、僕は。いやいや、そういう顔してる時あるよ。かわいいんで、はい。ちょっとうん、このなんでしょうね、リスナーの皆さんピンとこないかもしれないんですけど、うん、はい、こう、リモートでね、うん、こう、僕らそう猫を見せてもらったりしてるわけじゃないですか。うん、本当に、なんつうか、ファンみたいな感じになってきますね。すごい俺らお金いっぱい払ったみたいな、ね。払って、なんか、猫ちゃん見せてもらっていいですか、うん、つって。普通こうやってリモートで。カンベーだーとか言ってさ。限られた時間ね、楽しく話せるという。これはカニちゃんさんは、うん、あれですか、普通に配信やるときは普通にトークしてとかそんな感じですか。あ、そうです、はい。なんかこう、お酒飲みながらとかが多いです。お酒飲みながら。ケツプル体操やってないんですか、はい、やってるわけねえだろう。ケツプルはね、やってないんです。あ、やってないんです ね。やってるわけねえだろうっていうのもあれなんだけど。そう、さっきのハイボール小池さんやってるから、それを。この、なんすか、やっぱりこの、上位に入ってるから、こういう、なんつうすか、ラジオに出るとか、この上位者しか入れないですもんね、このラジオ、今回は。そうですね。はい、このラジオ出演、勝ったらラジオ出演っていうイベントだったんですよ。うん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 、ああ、なるほど。なんか、勝ち上がるコツみたいなのあるんですか、うん、なんや、運も結構あると思うんで。うん。どうだろう。可愛さですかね。ああ。まあ、ちょっとね。謙虚だね。謙虚な感じかと思ったら。謙虚な感じじゃないですね。急に牙というか、その。あ、言うんだ、ちゃんとって。うん、そうですね。正直、めちゃくちゃ美人ですね。こちらから言うのもあれかなとか思ってたんで。道端姉妹にいそうな顔してますよ、うん、だって。そうだね。すごい。
普段は何の、なんかお仕事されてるんですか、そういう。あ、そうです。あ、全然、普通の会社員です。普通の会社員ですね。なるほど、なるほど。なんか仕事の愚痴とかも酔っ払って言っちゃったりとかね。いや、あんまり仕事の話はしないですね。あと、なんか料理しながら配信したり。料理？料理。得意料理とかあるんですか？得意は、なんだろう。最近は、コロッケ作りましたね。コロッケ。いいですね。じゃがいものコロッケですか？じゃがいもの。ああ、ひき肉も入れて。ひき肉入れてね。なるほどね。他かな。それは、自分で食べるために作ってるんですか、それとも、その、何ですか、例えば、やれ彼氏だとか、に、やれ、その、そういう人に食べさせるとか、そういうことではない。100% 自分のために。100% 自分のために。うわ、これでも信じたら痛い目があるんだろうな。お前なんでちょっと行こうとしてるんでしょ、彼氏。なんでその、ちょっと。どうせそんなこと言ってさ。ちょっと待ってください。あんまり、カニちゃんさんの対応が良くないですよ、我々の。ちょっと、オズワルドのなんか童貞な部分出てますね。そうね。これ完全に。なんか配信やってて良かったなって思うことありますか？なんだろう、寂しくないですね。ああ、一人暮らしでも全然寂しくないと。楽しいです。リスナーさんが結構コメントで、話題振ってくれるというか、みんなの話してくれるんで。なるほどね。だからその、ラジオとかさ、YouTube とか、みたいな、変な間が生まれても別にいいじゃいいんだよね。そうね、だから見てる方もゆったり見てるし。それがいいとこなんですよ、なるほどね。私結構お笑いも好きなので。誰が好きなんですか？ずっと好きなのは霜降り明星さんなんですけど、はい、最近ずっとあの、ロングコートダディさんの、はい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 、他には他には、はい、オズワルドさん優勝してほしかったですよ、もう。でも好きとは言ってないね。言ってないです。優勝してほしかったとは言ったけど、はい、好きとは言ってないね。また別の話ですから、それは。真空ジェシカかオズワルドだったら、真空ジェシカさん、面白かったですね。はい、真空ジェシカとオズワルドだったら面白かったじゃなくて、真空ジェシカ、オズワルドとどっちが好きかっていうのを聞いてます。オズワルドさんの方がもう、ダントツですね。おっしゃ ありがとうございます。そこに勝てたらもうね、十分なんです。十分なんです。はい。はい。はい、というわけで。はい。すいません、お時間となってしまったんですけれども。はい。なんか最後言っときたいことありますか？あ、楽しかったです。次はあの、スタジオでご一緒したいです。あ、ね、ぜひ来てほしいですよね、本当にね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、うん。はい。最後にね、あの、ちょっと僕がキャッチフレーズをつけさせてもらうんですけども。はい。やったー。やったーって言ってますよ。じゃあこれ気に入ったらなんか使ってもらえたりするんですか？あ、使います。あ、なるほど。いいですか？じゃあ、かにちゃんさんに、はい、うちの畑中のキャッチフレーズ今からつけますんで。うん、はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。自画自賛。ビューティー、自画自賛、緊張してますね、ちょっとやっぱり。すいません、カリちゃんさん。本当思ったより、ごめんなさい、こっち側がちょっと緊張してしまって、申し訳ないですね、本当に。ちょっと難しいですね。ジェシカさんの方が好きかもしれないです。はい。真空ジェシカの方が好き。そんなこと言わないでよ。自画自賛、美女にしますか、じゃあ。自画自賛、美女。弱、急に。じゃいいですか、すみません、自画自賛美女でも、はい、自画自賛美女、 ありがとうございます、はい、でもいいこと言ってますからね、はい、というわけで、はい、キャッチフレーズは自画自賛美女となりました。はい、カニちゃんさん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、以上配信者さんいらっしゃいのコーナーでした。ほら、ここがオズワルドさんち。はい、これは、そうですね、BGM は前のどこかのコーナーでした。BGM を使い回していただいてます。はい、趣のあるエロいエピソードを募集するコーナーです。うん。畑中がどれぐらい趣があったか、他の趣のあるもので例えます。これは難しいんだよな。もうお前が始めたからな、アジカショー。他の趣があるもので例える？どういう意味？何を言ってる？はい、じゃあもういきますよ。ラジオネーム、パンザワ。納得できるおかずが見つからず、いつもので済ませようかと思い始めた僕の右頬に、カーテンの隙間から朝を伝える光が差し込んだ。
どういうこと？ちょっと待って。なんか、なんかその、朝日状況をね、説明してくれてるってことだよね。うん、朝日が、うん、朝を伝える光が差し込んだみたいなことを言ってますけど、うん、別にだからおかずが見つからなかったってことだけですもんね。うん、もう一回見ていいですか？納得できるおかずが見つからず、うん、いつもので済ませようかと思い始めた僕の右頬に、うん、カーテンの隙間から朝を伝える光が差し込んだ。うん、なんかその語尾とか、その、文末だけ、趣一種で行こうとしてますよ、こいつ多分。ちょっと違うかもな、それは。ちょっと趣一種レベルで言ったら、これだいぶ低いんじゃないですか。これさすがにわかりますね。だいぶね、雰囲気だけだもんな。そうですよね。ちょっとごまかしに来てますよね。うん。いいですか、ちょっとジャッジもらっても。これはちょっとね、はい、厳しいかな。はい、それじゃあ、畑中さん、はい、判定の方、お願いします。タイヤコン。タイヤコン。タイヤの跡ぐらいです。は、趣が低い。まあ、捉え方によってはあるとも言えるんだけど。そういうのやめてよ、ちょっと。その、判定なんだから。捉え方によってはとかじゃなくて。まあ、その、なんかドリフトとかの感じだね。だからドリフトとか、やるじゃん、うん、若い頃、車、買った若い時、うん。それこう、タイヤコンいっぱいついてるアスファルト、駐車場。うん。うん。俺はあんまり好きじゃないかな。何言ってんの？あと何枚かあります。はい、いけます？はい、もうもちろんもちろん。はい。いきますよ。うん、ラジオネーム、サハラサザンカ。はい。セミの声響く、田舎の山奥。さらさらと湧き出る小川に、誰もいないことをいいことに、全裸で浸かる。山を流れる清流に茹でるチンコは、綺麗な冷たい水でしか育たないわさびのようで、ふと鼻にツンとする匂いを感じた夏。ああ、なんて美しい表現ですね。その文章の中にさ、そういうことなのか、うん、これって。なんかその、うん、いやでも、でもさ、今。行為自体が、趣あるかどうかを、うん、ってことですもん。なんかその、すごいロマンチックなんですけど、表現がなんか、趣がある感じ。技ありよ、今だって。俺、今の文章聞いて。技ありだ。どこにチンコが入ってたか分かんなかったもん。あ、そう。うん、チンコ入ってた、今。入ってましたよ、チンコ。え？清流に茹でるチンコはって僕言いましたから、うん、言ってたんだ。全然、うん、もうあの本当川のせせらぎの風景というか、そこにこう緑のねわさびがこう生えてるみたいなイメージしかできなかったから。なるほどなるほど。そこにチンコがあるなんて俺は気づかなかったな。じゃあお願いします。趣にしましたね。はい、判定の方どうぞ、うん、ちょっと待って、その判定の方どうぞってすぐ言われて出てくるようなもんじゃないからそう、簡単にポンポン進めない。いや、出てくるもんっていうか、これについて、なんか俺だけがこう話して、これの感想を俺が言って、伊藤が、あ、そうですか、だけ言ってる間に、うん、これの判定の趣を考えるなんて無理だから、これに対するこう意見交換しましょうよ。じゃあ、したじゃないですか。その間に俺考えてるから。僕もこれについての感想を言いましたし。うん、言ってないです。テンポ良すぎ、テンポ良すぎ。全然趣ない。言ったじゃないですか。もっと趣ある感じでさ、噛み締めていこうよ。いや、そうだってその、一個一個の話を。行為自体じゃなくて、うん、っていうか文章に趣を、うん、出してきてますよね。それはただのあなたの感想じゃないですか。え、ひろゆき、ひろゆきみたいなこと言ってますよ。それってあなたの感想ですよね。いや、だからその感想を言う場面でしょ、だって。それただの、うん、あなたの感想ですよね、じゃなくて。うん、感想を言うとこなんですよ。今の素晴らしい文章があったんだから、はい、それについてやっぱりその、なんだろう、自分の思う部分というか、ね。で、言ったじゃないですか、うん、自分の思う部分は。あ、いいですね、とかさ、はい、そのもっと話を広げていかないと。で、いいもの、さっきの、うん、いいものに対しては。はい、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 じゃあ、どうぞ。あ、じゃないのよ。その、待たなきゃいけないんですか、毎回、その。大体さ、うん、そう、パッと出たもので、どうにかしてくださいよ、それは。だから今、相当良かったから、はい、相当いい趣ってなんだろうって。うん、だ、行きましょうよ、だから。だから判定の方。いや、早くないっつの。早いよ。ちょっと待って、じゃあ、お前のシンキングタイム作んなきゃいけないってこと、うん、これから。その、そこはさ、ニュアンスでやってくれよ、その。いや、ニュアンス。働か今もう出たかな、これに対する趣出たかなっていうのを。無理ですよ、それは。考えて。そんなに時間取ってらんないんで、うん、これ毎回毎回は。ね。ね。ええー、じゃなくて、うん、いきますよ、畑中さん。じゃあ判定どうぞ、お願いします。もう入らなくなった半ズボン。だから説明してよ、それは。だから説明してよ。要求しすぎだって、その。すぐ出せ。すぐ出せば。いや違う、お前が出したもんで。それどういう意味ピンときてないから、みんな。だからそ、うん、
じゃあもう履けなくなった半ズボンっていうのは、あのね、すぐ答え聞こうとするのがもう趣ないわ。小学校の時はあの半ズボンとか履いてたの。自分なりに解釈をして、うん、今聞いて言ってるじゃないですか。うん、今小学校の頃は、うん、その半ズボンで駆けずり回したけど、うん、中学校に上がった時に、うん、なんかその、もう周りの奴らも半ズボン履いてないし、うん、で、体も大きくなってきたし、うん、あんだけ履いてたズボン履かなくなってきたっていう、うん、そういうことです、ね。その半ズボンを、ふとこうね、自分の部屋の掃除をしてる時に、見つかるんですよね、その半ズボンが出てくるんですよ。はい。タンスの奥の方にね。うん。で、あ、俺こんなの履いてたな。でももう、こんなの履く弟とかもいないし、うん、本当はもう必要ないんだけど、その半ズボンをそっと半分に畳んで、またタンスの奥にしまうっていうね。うん。お母さんに、これ、あったよ、っつったら、あ、もう捨てなさいって言うだろうから、うん、そこは、親にも誰にも言わずに、自分のタンスの奥にそっとしまう。自分の心のタンスの中にも、その時の思い出とともにそっとしまっておく。うん、はい。みたいなことですかね。はい。だそうです。続いていきましょう。え、もう一個あるの？もう一個ありますよ。多いな。これラストです。はい。ラジオネーム、はい、三浦康子、かっこ偽物。はい、ありがとうございます。朝、僕が目を覚ましてスマホのロックを解除すると、昨日の夜に見たエロ動画が流れ出す。この女優さんは、僕が寝ている間ずっと待っていてくれたんだ。でも今はごめんな。今日の夜また会おうな。この、うん、一時停止になっちゃった動画を解除したら再生されるっていうのを、うん、待っていてくれたと自分のことを表現しているんですね。はい、うん、じゃあ田中さん判定の方どうぞ。テンポ早いって言うから早くない。いや、これ、送ったをもうさ、こんなパンパン行かれたら送りがいないもん。じゃあ、どうですか？もうちょい噛み締めてほしいのよね。どういう、だから。だからまあ、その、うん、また会おうなっていうのはまた素敵じゃないですか。うん。うん、今はごめんなっていう時もあるし、うんうん、今すぐの時もあるしな、朝起きてな。もう我慢できないっていうね。うん。うん、でも、やっぱり、ここは仕事とかね、いろいろあるだろうし。うん。うんうん、はい。じゃあ、田中さん、判定の方、どうぞ。お願いします。もう匂い吸わない脱臭炭。これはどう、うん、趣があるってことですよね。うん、そうね、趣があるってことね。うん、うん、もう役には立ってないけども、冷蔵庫がこう一個機能してる感じがするじゃない。やっぱちょっと4通ぐらいが限界だな。うん、3かもな。あ。もうお前の。いや、限界とかないよ、別に。お前の言う。趣に限界とかないから。お前の言う数字にしようか、うん、次から。お前の。何が？今日何通？今日は4通。うん。いや、何通でもいいよ。何通にする、来週。2。まあ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 、うん。また来週ね。また来週というか。でもさ、このやりとりも趣あるじゃない。え？俺もさ、こう、趣を出そうとして、なんか、わけわかんないこと言っちゃって、この、責められてる感じ？はい。これもまた一個の趣だからね。もう俺はね、うん、開き直った時のお前が一番嫌いかもしれない。嫌われる俺も趣だし。もういいって。嫌う人も趣だし。はい、というわけで、趣シュナイトの係まで、はい、どしどしメールください。お待ちしています。はい。それでは聞いてください。中島みゆきで誕生。お前何の後に流してんのこれ。CM やってましたか最近。曲の途中ですが、ここで関東地方の気象情報をお伝えします。先ほど埼玉県の秩父地方に大雨洪水警報が発表されました。秩父地方では今日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。また群馬県南部の高崎藤岡地域には洪水警報が発表されました。群馬県南部では今日明け方まで河川の増水に警戒してください。以上、気象情報をお伝えしました。金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。梅おにぎり。マイナビラフターナイト後半30分は僕たち金の国が担当しています。タイトルは金の国の卵丼ぶり。まだまだお笑い界の卵、僕たち金の国が一皮抜けて最終的には美味しい丼ぶりになる革新的キングラジオとなっております。実際に料理はしませんよ。渡部さん、なんか得意料理とかありますか？塩昆布とアボカド和えかな。おえ、え、すごいね。これ美味しい。めちゃくちゃ合うから食べてみて。ほんと、お生意気だな。放送は毎週金曜24時30分から。
90.5MHz TBS ラジオ。ワッチ。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。ワッチ。ふわっちが一時をお知らせします。